キリスト教会がお送りすする世世ののの光光時間です東京都羽村市にある小桜井キリスト教会の牧師井本祐介です平日は中学と高校で理科の教師もしています最初に聖書の言葉を読みます創世記一章三節神は仰せられた光あれすると光があった 皆さんはビッグバンという言葉を聞いたことがありますかこの世界、宇宙は何もないような小さな点からエネルギーや光が急速に広がって始まった。そう主張したのは天文学者であり、カトリック教会の司祭でもあったジョルジュ・ルメートルでした。無限の宇宙が無のような状態から広がり始まった。人々はその説に驚き、あの天才アインシュタインですら、 最初は信じられなかったそうです。ルメートルは失災だからキリスト教の話を科学に持ち込んだんだ。そう誤解もされました。けれどルメートルの説は正しかったのです。宇宙は光をあれという聖書の言葉のように何もない状態から広がって生まれたのです。そしてこの言葉は宇宙の始まりの出来事を美しく表すだけではなく、 その出来事の意味をも私たちに教えてくれます。聖書にはただ偶然に光が生まれたとは記されていないんです。光は、この世界は、光をあれ、と願われて生まれた。そう記されています。私たちは、偶然、結果的に意味もなく、今ここにいるのではないのです。聖書は、光をあれ、世界をあれ、 あなたよあれ。そう願われて、今の私たちがあるのだ。そう教えてくれます。私たちは生きていることを、存在することを、今ここにあることを、神に心から願われたのです。あなたなど、いてもいなくてもどちらでもいい。役に立てばいてもいい。迷惑をかけるならいらない。そんな悲しい言葉や考え、態度が、 この世界には溢れています。けれど、そうではないのです。この世界は、私たちは、今この瞬間も、神に願われ、存在を心から喜ばれて、今ここにいるのです。今日も、光をあれ、あなたよあれ、そう心から願っている神様がいるんだ。そんな安心感に支えられて、一日を過ごすことができますように。 キリスト教会がお送りすする世世ののの光光時間です東京都羽村市にある小坂大キリスト教会の牧師井本祐介です平日は中学と高校で理科の教師もしています最初に聖書の言葉を読みます創世紀二章七節神である主はその大地のちりで人を形作りその花に 命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったこの世界のすべてのものは原子という100種類ほどの小さな粒が組み合わさってできています私たちのこの体も水素酸素炭素窒素の4つが95%以上を占め他に少量のミネラルなどでできていますつまり 私たちのこの体の材料は地面の土を掘れば簡単に手に入ってしまうんです。けれども土と変わらない材料が複雑に組み合わさり驚くような仕組みで働き私たちは意志や心まで持つ人間となりました。科学の力では決して再現できないこの不思議さに神は大地の塵で人を形作りと聖書で言われる 神ののを感じるのです。そんな体もやがては衰え死を迎えますそれに不安を感じる人もいるかと思いますけれど実は私たちの体を構成する原子の粒は日々入れ替わり別の生物や大気や地面の一部となっているんですつまり一年もすれば原子のほとんどが入れ替わり私たちは物質的には全く別物になるんです けれど私たちは一年前と人格や記憶は変わらず私たちは私たちのままです。聖書には神が大地の地理で人を形作り花に命の息を吹き込んだとあります。まるで人工呼吸のようにそのくらいの近さ、親密さで神から命の息、心が魂が吹き込まれて私たちは命が与えられたというのです。 私たちの体は日々入れ替わります。やがては死を迎えます。けれど、神から吹き込まれた命の息は、体が日々入れ替わっても、やがて朽ち当てても、永遠に失われないのです。あなたは神が素晴らしく形作り、朽ちない命の息を吹き込まれた尊い存在です。この驚きと安心を胸に、今日一日を歩んでください。 キリスト教会がお送りすする世世ののの光光時間です東京都羽村市にある小桜井キリスト教会の牧師井本雄介です平日は中学と高校で理科の教師もしています最初に聖書の言葉を紹介します創世紀一章三十一節「神はご自分が作ったすべてのものを見られた」「見よそれは非常に良かった」 皆さんは私たち人間とロボットとの違い分かりますか例えば細胞でできている自分の子孫を残すなどの違いがあります私たちの体は約37兆個ほどの細胞が集まってできていますその細胞の一つ一つには命の設計図とも言われる遺伝子 DNA があり私たちの体や脳の 特徴が記されています。この遺伝子は人間同士ならば99.9%つまりほとんど同じです。そしてわずか0.1%の違いが私たち一人一人の外面や内面に様々な特徴をもたらします。私たちはロボットとは違う、一人一人が豊かな個性を持った存在です。 一方で、その0.1%がもたらす違いが、時に私たちの心を揺さぶります。人と自分を比べ、自分のここは嫌だ、あの人が羨ましい、そう思った経験が誰しもあるかもしれません。だからこそ、今日の聖書の言葉、永遠に変わらない普遍的な基準を大切にしたいのです。神は、 ご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった。神は私たちを見て失敗したともいまいちだとも言わなかったのです。非常に良かった。そう言ったのです。どれか一つ、誰か一人についてではない、すべてのものをご覧になって、そう言われたのです。私たち一人一人の体は、内側は、 存在は、神の目から見て非常に良いのです。遺伝子によって基本的な部分が決まるということは確かにあります。けれど全てではありません。人は、環境、生き方、心の様子で内面も外面も大きく変わります。神の目に非常に良いと言われているあなた、その安心に支えられ、誇りを胸に今日一日を 読んでくださいキリスト教会がお送りする世の光世の光の時間です東京都羽村市にある小宅大キリスト教会の牧師井本雄介です平日は中学と高校で理科の教師もしています最初に聖書の言葉を紹介しますマタイの福音書5章45節 天におられる父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。私たちは自分の毎日に責任を持ち懸命に生きていると思います。けれど同時に私たちには生かされているという側面もまたあるのです。皆さんは動物と植物との違い何と説明しますか 動く、動かないもありますけれども、もう一つ大きな違いに、光合成ができるかどうか、自分で栄養を作り出せるかどうかという違いがあります。植物だけが栄養や体の材料を自分で作り出すことができます。動物はそれができず、代わりに植物やそれを食べた他の生き物を摂取することで生きています。また植物は光合成の際に、 酸素も作り出してくれます私たち動物は植物に生かされているのです。さらに元をたどるなら植物は太陽の光を利用して栄養を作っています。私たちは太陽の光によってまた太陽を昇らせてくださる神に生かされているのです。私たちは神など関係ないと思っても気にしなくても忘れてしまっても 生ききていくことができますけれど聖書に天におられる父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからですとあるように私たちは生かされているのです神は私たちの状態によらず太陽を昇らせ命のための光を注ぎ恵みの雨を降らせてくれている 神は私たちを気にかけ、片時も忘れていないのです。自分の人生を生きる感覚はとても大切です。でも同時に私たちは自分だけで生きていると考えると、高慢になってしまったり、逆に孤独を感じることがあるかもしれません。けれど私たちもまた生かされていること、気にかけられていることを忘れないでいたいのです。願わくは聖書を開き、私たちを生かしてくださる神を知ってみてください。 キリスト教会がお送りする「世の光」「世の光の光時間です東京都羽村市にある小崎大キリスト教会の牧師」「介です平日は中学と高校で理科の教師もしています」「最初に聖書の言葉を紹介します」「四編8編3節から4節あなたの指の技であるあなたの天」 あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょうあなたが心を止められるとはあなたが帰り見てくださるとは最近星空を見上げる機会はありましたか古代から人類は天文に関心を持ち、月、星、太陽の動きを観察してきました。本来天文学とは、 神が作った世界を探求することで神の素晴らしさを表そうとする、そんな学問でした。一方で、かつては宇宙の中心は地球であり、太陽や星が地球の周りを回っている、そう考えていました。天道説です。確かにそのようにも見えますし、複雑な計算ですが説明することも可能です。けれど、キリスト教の司祭も務めたコペルニクスは、 神が世界をお作りになったのなら、その仕組みはもっと美しいはずだ。そう考えて、地球が太陽の周りを回る地動説を唱えました。コペルニクス的転換という言葉がありますが、その背後には、神ならばより素晴らしいものをお作りになるに違いないという彼の信念があったのです。神の素晴らしさを探求する学問が古代もう一つありました。 それは人体です。神が太陽や星を美しく動かしているように、人間を精密な仕組みによって日々生かしめてくださっている。骨や肉が連動して美しく動き、心臓や肺、各臓器が適切に働き、命が保たれている。人々は人体の素晴らしさに神の技を見て、私たちを日々生かしてくださる神に、 感謝を捧げたのですあなたの指の技であるあなたの点あなたが整えられた月や星を見るに人とは何者なのでしょうあなたが心を止められるとはあなたが帰り見てくださるとはあなたはこの世界を美しく作られた神が心を止め帰り見整えている大切な方ですこの神様を知るために どうぞぜひ一度教会に足を運んでみてくださいキリスト教会がお送りすする世世ののの光光時間です東京都羽村市にある小桜井キリスト教会の牧師井本雄介です平日は中学と高校で理科の教師もしています最初に聖書の言葉を紹介します「コ古林人々への手紙第24章18節」 私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。目に見えないものは信じないという考えがあります。確かにしっかりと見極める姿勢はとても大切です。ですが、科学を学んで気づくのは、私たちの目はごく短い範囲の波長の光しか 捉えることができない。私たちが知覚できないもので、この世界は溢れているということです。目には見えないけれども、働く力もたくさんあります。例えば、リンゴの木のエピソードで有名なニュートンが発見した万有引力です。名前の通り、すべてのもの。あなたと目の前のラジオやスマートフォン。あなたと隣の人。 あなたと地球、それらは互いに引き合っているんです。万有引力は必要に比例するため、地球はとても大きな力で私たちを引き寄せています。それが重力です。そのため、私たちが地面からジャンプしたとしても、宇宙には飛んでいかず、地球へと引き戻されるのです。私たちの周りには、私たちの目には見えないもので溢れ、 それらによって私たちは生かされているのです。ニュートンは信仰深い人で、彼にとってこの世界の驚くべき物理法則を解き明かすことこそが目には見えない神の素晴らしさを知ることだったのです。サンテク・ジュペリの小説、星の王子様の中には本当に大切なものは目には見えないんだよという有名な言葉があります。神の存在、 天国の存在。これらも目には見えない、けれども本当に大切なものです。そして神の存在は地球が私たちを引く重力にとてもよく似ています。神は大きな力で、大きな愛で私たちを求めているのです。目には見えないけれど何より大切なもの。この神の愛を記したのが聖書です。 ぜひ一度手に取って読んでみてくださいポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送電動協力会の協力でお送りしていますところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか各地域の放送電動協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください今日は四国福音放送電動協力会のお問い合わせ先をご紹介します郵便番号770-8691 770-8691徳島中央郵便局支所箱46番世の光です